ガン寺山は、石川県金沢市郊外にある山。ガン寺山のステレオ空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1975年国土地理院の掲載2万5000分、一地形図は、金沢である。国土地理院の四等三角点が設置されている。他に、 正体不明の三角点が隣接する。金沢宿坊一丁目にあり、平野部に面した湾を伏せたような外観をなす。山麓から山腹の斜面まで住宅地が広がっている。満願寺山と呼ばれているが、現在付近には満願寺なる寺院はない。山腹には旧万望権限があり、そこが登り口になっている。山頂には旧万望権限の奥の院がある。 500段近くある急な石段が山頂まで延々と続く。万願寺山への坂道と、この石段は、数十年来、近くの石川県立金沢近急中学校、高等学校や石川県立金沢、泉ヶ丘高等学校などの運動部のトレーニングに利用されてきた。山頂部は、木が茂り眺望に恵まれていないが、石段の途中から、 金沢市街や日本海などを眺めることができる。山域の地質は、平野川が宇多津山層山川が大桑層である。山麓には、金沢外環状道路山川幹線が通っている。山頂部は、万願寺山遺跡に指定されている。高知性集落、大丈夫、鳥出跡の複合遺跡と考えられている。 山頂部を含め、そこから北東に伸びる尾根城に、約三基の宝径大乗母群と考えられる遺構がある。山頂から北東へ、順に一から三号と指定され、一号は方形とも、前方五方形とも取れる形状である。また土塁や、犬走り状の平坦面が確認され、漫画寺山自身が長望に優れ、この山の南西隣には、かが一向一揆で有名な、 高尾城があることから、中世以降の鳥で城以降が重なっていると考えられている。また一号の上面で、月影の亀型土器片が見つかり、高知性集落の可能性も指摘されている。北加賀地域古墳群分布調査報告、石川考古学研究会市22号、石川考古学研究会。ありがとうございます。